はい、皆さんこんにちは。タイ在住進めない系 YouTuber の飯島でございます。今ですね、ちょっと空港方面向かってるんですけども、空港のですね、周りですね、あんまりね、空港わかるけど行き方がなんか浮かばないなって方いるかもしれませんので、ちょうどですね、今向かってますんで、ちょっと動画立ち上げています。今ちょうどね、空港のすぐ、脇走ってますって、飛行機見えますかね。TG が互い違いに並んでますけども、これからね、ちょっと空港を向かってみますんで、参考になればと思います。列車使っちゃう人なんかいるかが多いかと思うんですけど、タクシーなんかでね、来られてとか、誰か友人とか知人の車で、来るって時に、本当に正しいのかなみたいなのがあるかもしれませんので、実際ね、走ってみますんで、もしね、今空港の北側にいるんですけど、その辺からね、行き方が、これね、動画見ていただければ分かりますので、ぜひご覧ください。ちょっと近づきすぎちゃってちょっとあれかもしれないんですけど、参考になれば幸いです。空港はですね、ついでにじゃあ案内しますと、大体メジャーなところでは、一番は空港の列車ですね、 MRT 列車で、あとはタクシー、あとは知人とか友人とかのね、迎えの車になるかとは思います。大体この3パターンが多いですね。バスもあるんですけど、ちょっとあんまり聞いたことないですね。私もちょっと乗り場とかどこだかちょっとよくわかりません。もう自分でいろいろ運転するようになってしまってからは、あんまり、そういうところをですね、見ることはなくなってしまったんで、ちょっとその辺はご容赦ください。もしよろしければ、ググっていただければと思います。で、バスはないんです。ただドンバン空港行きのね、空港間の連絡バスは、これは確実にあるみたいというか、ありまして、乗り場とかちょっと分かんないんですけど、よく高速道路走ってるの見かけますんで、乗り換えされる方はね、よく確認していただければと思います。それで、混雑状況なんですけど、特にですね、空港周辺はあまり、混むことはありません。そんなめちゃくちゃなんか遅れるほど大渋滞したとか、そういったことって聞いたことなくて、その辺は心配いらないと思います。ましてやね、列車でっていう方であれば、たまに故障するってことはありますけど、そんなに心配はいらないと思います。出発のね、3時間前に、そのバンコク市内であれば出発の3時間前に出れば、間に合うことは間に合う。ちょっともしかしたらね、いろいろトラブってずれ込むかもしれませんけども、3時間前に出るような感じであれば、まず間違いないというふうに思います。これで、空港のね、に向かう本線の方に合流します。もうこの辺からだいぶね、いろいろ覚えてらっしゃる方も多いかと思うんですけど、ちょっと走ってみます。前回以前もちょっと動画上げましたかね、確かここで。同じとこになっちゃうんですけど、ぜひご覧ください。これね、ここまで来ればもうまっすぐ行けば、出発ターミナル、デパーチャーの方に着きますんで、せっかくなんで、ちょっとじゃあ駐車場の方に、入ってみたいと思います。
まあ、駐車場はですね、ここの分岐をですね、右側に来てください。普通にね、出発されるか、タクシーなんかはね、左側でいいんですけど、駐車場に入る場合は、右側に、それてください。で、右側にそれます。国内線はですね、飛ばしているようなんで、あ、ちょうど飛行機見えますかね。あ、見えないかな。まあ、ちょうど国内線はもうちょうどというか、国内線は飛ばしてますんで、ちょっと車増えた感じがします。前回撮影したのがちょうど1ヶ月ぐらい前なんで、まあ1ヶ月経ってどれぐらい変化しているのかというのも見てみたいと思います。で、地下っていうか地上に来まして、ここがね駐車場になります。今工事中なんかな。まあ入れればちょっと入っちゃって、ここダメかな。あ、もう一個向こうがいいですね。あ、しまった。間違えた。まあいいや。あ、出口ですね。ちょっと物の見事に間違えたんで、ちょっと U ターンします。まあこっちでもいいんですけど。あれ？これなんでだ？なんで、あれなんですかね。この左手がね、ノボテルスワナプームになります。最初のところで当たってました。ちょっと間違えましたんで U ターンします。まあ駐車場の入り口まで、撮影したいと思います。はい、じゃあここが駐車場になります。はい、じゃあ駐車券今からもらいます。はい、じゃあ駐車券もらいました。じゃあとりあえず一旦ここで、動画を切り、どうしようかな。でせっかくなんで駐車場をぐるぐる回りますか。まあ参考に、まああんま参考にならないかもしれないですけど、まあじゃあせっかくなんで車止めるまで、あまりにも混んでたらちょっとやめますけども、やっぱりおすすめはですね、上の方の階止められた方がいいかと思います。割と結構ね混んでるんで、もう下ではなくて初めから上の階に行ってしまえば。ただまあ今ね時期が時期なんで、そんな普通に染めれると思うんですけど、あ、まあポツポツ開いてますね。結構開いてますね。まあできるだけじゃあ建物近いパッセンジャーターミナル近いところに止めようかと思ったんですけど、車が埋まってますんで、ありゃ。いや、結構混んでんな。
はい、じゃあ、止めちゃおう。開いてました。じゃあ今車、止めました。じゃあとりあえずここで、一旦動画切りたいと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。